アニメーション制作の次のステップとしてカメラアニメーションがあります。 AE では 3D 空間にカメラを作成してアニメーションを作成することができます。こちらがカメラ視点の映像です。被写体であるテキストにアニメーションさせるだけではなく、カメラの方を動かして臨場感のある映像を制作できます。 AE ではレイヤーの 3D スイッチを入れることで 3D 空間でアニメーションを制御できるようになります。モデリングこそできませんが、 3D ソフトと同じようにいろいろな角度から見てライトやカメラ、 3D レイヤーを配置していきます。カメラを操作するためには主にこの3つのツールを使用します。周回ツールは被写体の周りを回るように動かせます。パンツールは上下左右にスライドさせることができます。ドリーツールは被写体に近づいたり遠ざかったりする際に使用します。この3つのカメラツールによるコントロールは直感的に操作できるのでとても便利です。カメラアニメーションにはカメラの動きの緩急、モーションパスなどの基本的な要素に加えてカメラの知識も必要になります。実際の撮影同様、 AE でもカメラの焦点距離の調整によるピンボケ、ビグルによるカメラの手ぶれ、カメラの予備動作など細かい設定が重要になります。特に AE のモーショングラフィックスにおいて複雑なアニメーションを実現するにはこのカメラアニメーションを深く学ぶ必要があります。2つ目の要素は被写界深度です。被写界深度とはピンボケのことです。本来は先ほど説明したカメラの焦点距離の設定で奥行き感を演出する最重要な要素です。ピンボケをつけることで一気にリアルな映像になります。それは現実の人間の目がカメラと同じように注目しているところ以外はボケて見えているからです。被写界深度をつけることでより我々が見ている現実に近づくということです。カメラを使わずに 2D レイヤーだけでシーンを構築した場合はボケは自動では発生しません。そんな時には遠景や近景のレイヤーにエフェクトのブラーをかけて意図的にぼかしたりします。奥行きや視線誘導のためにピンボケを演出することも重要なテクニックです。続いて3つ目の要素はモーションブラーです。 AE ではレイヤーごとにモーションブラーの設定ができます。モーションブラーをオンにすると物が動いた時に生じるブレを再現できます。モーションブラーがないと人はアニメーションに違和感を感じます。この違和感の正体は人間の目の仕組みにあります。カメラがシャッタースピードによって物体がブレて記録される現象と似ています。現実の世界で動きの速い物体を見た時、私たちの目や脳は残像としてその動きを捉えています。なのでよりリアルに見せたい場合にはモーションブラーをオンにするといいでしょう。逆にデフォルメされた表現やアニメっぽく見せたい場合にはモーションブラーをオフにするのも表現の